皆様こんばんは。ヒーリングシンガーソングライターヨガナビゲーターのゆっこランドでございます。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。6月に入りましてね、だいぶ蒸し暑い日が続いたり雨の日だったりいろいろなのでね、夜がちょっと眠れないとかね、疲れが溜まってるなんてお声も聞きますけれども、ゆたあとラジオをお聞きの方は皆様お元気で健やかにお過ごしのことと思っております。私自身もですね、やっぱり夜寝るときは、ちょっと暑いというより湿度がね、気になるというか、それによりちょっと目が覚めてしまうこともあったりしたので、ゆるくね、27度のドライにして、それからソフトっていう設定があるんですけどね、ちょっと風なんかも緩やかな感じになりますかね。それにしても一晩かけて、あと日中は出かけたりね、介護のお勤めもありますので、日中はもちろんつけてませんし、在宅でのね、作業の時も、つけてませんね、まだね。うん。本当に暑くなりますとね、ギターの練習の時つけないともう汗だくになっちゃいますんでね。いや、私自身は汗だくでもいいんですけど、そのギターの方にもね、湿気がいってしまうっていう、そっちの方を心配しますね。今ですと音が漏れてはいけないんでね、全部窓は閉めて、あと扇風機回して、あとこの右手をね、ギターのボディにこう引っ掛けて弾くわけですけれども、どうしてもこの当たる部分に汗がかいちゃうので、タオルを当てたりとかしてたんですけど、この間ちょっとひらめきまして、ですね、レッグウォーマーじゃなくて、ウォームカバーか、腕カバーみたいなね、こう日よけで今やられてる方も多いと思うんですけど、それで、あんまり使ってないのがあったんで、それを、こう、はめてみて、肘の方にね、やったら、これがね、いいんですよ。ずれないし。タオルだとどうしてもずれちゃうんで、ギター弾きの方、ぜひ、夏場おすすめです。腕カバーの、一個だけっていうの売ってないのかな。一個でいいんですけどね。腕カバーで、それの汗取りにするっていうのはね、発見しました。もうそういう小さな発見ですけど、もうそういう小さな発見っていうのよ、すごいもうなんか楽しくなっちゃうんですよね、私ね。本日6月の27日でございますが、1880年の6月27日は、ヘレン・ケラーさんのお誕生日だったそうです。去年87歳ということで、長生きされましたね。そのお年の方は改めて調べましてね、知ったんですけれども、実はこの放送の収録の前にですね、久しぶりにヘレン・ケラーさんのことを思い出したりしてたんですね。もうこういう偶然って本当に面白いなと思うんですけれども、もうね、私読み終えたんですけれども、ひふみっていうね、別名ひつきしんじとも言うんですけれども、その本の現代語版があるっていうことでですね、最近数ヶ月かけて文庫本になってるやつを4冊あったんですけど、それを読み終えましてね。で、その4冊目の最後の方はですね、この現代語版としてね、補定をしてくださった、補定者という、ことを言い方するそうですけれどもね、奥山仁さんって方が後書きをね、書かれてたんですよ。で、その中に、ヘレン・ケラーさんのお話が出てきていて、一つね、間違って、
覚えていたことがあって、思ったのですごく記憶にあったんですよね。それで今回の、6月27日、何の日で調べてたら、ヘレン・ケラーさんの誕生日だったっていうことを知って、いや、これはやっぱこの話をしろってことだなと思ってね、勝手に思い込んでお話をさせていただいてるんですが、まずですね、私はこのヘレン・ケラーさんと、ヘレン・ケラーさんに、言葉とね、読み書きを、お教えになったアン・サリバン先生のね、映画「奇跡の人」っていうのはですね、何歳の時か分かんないんですけど見てるんですよね。それ見てるっていうのを覚えてて、で「奇跡の人」、まあもちろんいろんな本も出てますし、知らない方はいらっしゃらないと思うんですけど、まず映画を見てたっていうことが一つと、その奇跡の人っていうのがですね、映画がですね、もちろんこの日本語の題名がこういうふうについちゃってますから、ヘレン・ケラーさんっていう、意味だと思ってたんですけど、実はですね、この元をたどるとですね、ザ・ミラクル・ワーカーということで、直訳しますと、何かに対して働きかけて、奇跡を起こす人、っていう意味だそうで、実はこの奇跡の人っていうのは、アン・サリバン先生のことを指すということをですね、ちょっと話は戻りますが、その一二三の後書きで、知ったわけでございます。何十年と間違えて覚えていたですよね。きっとね、そのように、勘違いされていた方も多いんじゃないかなと思ってね、今回お話をさせていただいたんですが、で、ヘレン・ケラーさんという方は、生後19ヶ月の時に、病が原因でね、視力、聴力を失い、そして7歳の時に、アン・サリバン先生と出会い、言葉と読み書きを覚えたっていうことなんですけれども、サリバン先生からこの手のひらでね、英語の綴りを教わるっていうことをですね、ずっと続けられていたようなんですが、で、その最初に覚えた単語がですね、ウォーター、お水ですね、だったそうです。それは私ももう記憶をたどってたどって、あ、そういえばそういうシーンあったなってね、思い出していたところなんですが、流れる水に先生がね、手を当てて、ヘレン・ケラーさんの手を当ててね、もう一方の手のひらに、こうね、英語の綴りを、綴ったということで、あ、これは、お水というんだ。ものには全て名前があるんだ。で、気づいてからの世界は、もう本当にね、全てが輝いて見えたと。そういったような感動をですね、その後の自伝で書かれているということも、初めてというか改めてですかね、その映画を見たりしていたときはそこまで考えていなかったですし、はっきりと覚えてなかったのでですね、今回改めてヘレン・ケラーさんの、まあ、ほんの一部分ですけれども、その思いをですね、垣間見たような気がいたしました。そんなことに気づかせていただいた奥山仁さん、には感謝いたします。やっぱりこの心の目が開いたっていう、表現をですね、この奥山さんもなさっていたんですが、まあ私もそういうことが人生の中で何回かあったなと思ってね、そういうのって何回もあるんですね。まあ大きさはいろいろですけど、まあ気づきと思いますけれども、視界が開けてくる、気づくとかね、いますけれども、まあ、ヨガ的に言いますとね、まあ、悟るとか、まあ、悟りってまあ一回じゃなくて、もう、ちょこちょこがいっぱいあるっていうかね、そんなことなんですけれどもね、ヨガにもつながるお話だなと思っていたところなんですが、私も最近毎朝の瞑想の中で、本当に小さな気づきなんですけど、たくさんいただいて、
まあそういうことがね、少しずつこう膨らんできてるなっていうふうなね、感じがしておりまして、今年私の母がね、7回忌ということもあり、昨年の末ぐらいからですからね、身辺の整理を、ずっと続けてきたんですけれども、身辺の整理をしたことで、今度、自分の心の整理がですね、順番が巡ってきたというか、よく言うじゃないですか、最近お片付けとかね、そういうのが、される方多いのでね、断捨離なんて言いますけれども、そう、お部屋を片付けたことで、今度自分の心を片付けたくなってきたんですね。まあ、そういった中で、いろいろな変化があったところでございます。まあ、変化をね、楽しんで受け入れて、本当の自分の幸せは何かっていうことをね、考えていく時間ってすごく楽しいなと思っている、最近のゆっくらのでございました。ちょっと前置きがね、長くなりましたけれども。あとはですね、そう、昔好きだったバンドとかも改めて聞いたりしてましたね。まあそういう、心の整理の一環だと思うんですけれども。その中で私がですね、もうこれはもう絶対なんですけれども、今まで生きてきた中で一番、好きだったバンド。まあ、今はないってことですね。今、現存してるバンドで一番好きなのは、レッドホットチリペッパーズなんですけど、まあ、続いていればそれが一番だったと思うんですけど、ローザ・ルクセンブルグというバンドがいて、そのボーカルのドントさん、なんと37歳でね、亡くなられたっていうことで、で、そのボーカルのドントさんが、私はもう本当に大好きで尊敬していて、ローザ・ルクセンブルグがですね、解散するってなった時に、渋谷のエッグマンというライブをして、4日間の、解散ライブがあったんですね。それのうち3日間行きました。どれほど好きだったんだろうっていうね。それで、その解散と聞いてですね、本当これは冗談じゃなくて、1週間泣きました。失うことの辛さっていうの、もしかしたらそのと、それが一番最初の経験だったかもしれないんですけど、で、そういったローザ・ルクセンブルグの昔の音源を聞いたり、その後のね、ボガンボスですとか、あと、ドントさんのそのソロのね、演奏とかもね、改めて聞いたりして、やっぱりドントのボーカル好きだと思ってね、聞き惚れていたんですね。やっぱしみじみとね、音楽を聴く時間っていうのも、最近なんだかせわしなくてなかったので、やっぱりそういう時間大切だなと思ったりもしてました。それからもう一つ始めたことがございまして、水曜日を完全休肝日にしました。ただ例外がありまして、お出かけなんかしたりした時ね、飲み会とかあった場合、まあそれは例外として飲みます。まあ、何しろ去年から日本酒がね、好きになっちゃったんで、好きすぎて飲みすぎちゃうので、さすがにこれは週に1回開けないとやばいぞっていうことに、いよいよ本当に気づきまして 遅いんですけどね。まあ途中ちょっとくじけちゃうかもしれないんですけど、それでも基本的には水曜日休肝日って決めてやっていこうと思いました。それから、完全、活動お休み日にして、電波は半分オフデイにしました。これでね、水曜日でこう、結構心身ともに休むことで、すごくね、木曜日が調子いいですし、その後のね、流れもとても良かったので、続けていきたいと思います。やっぱりこう取り入れるだけじゃなくて、時々休んだりね、こう取り出すってことしないと、心も体もね、いっぱいいっぱいになっちゃうんだなっていうことを身をもって 感じましたので、まずどなたかに言われる前に 自分からやってみたっていうところなんですけどね。
まあ、多分言ってもダメだろうなと思って周りの人は言わなかっただけなんでしょうけれども。それではここで一曲お届けさせていただきます。本日のゆたあとラジオは、なんと22回目でございまして、ゾロ目であるとともに、にゃーにゃーでね、猫ちゃんが泣いてますね。そんなわけで、猫ちゃん大好きな私としましては、本日はこの曲を選びました。猫になりたいというね、穏やかにというアルバムに入っている曲でございます。で、まあこの猫になりたいっていうのは、私が思ったり言ったりした言葉ではなくて、実は私のね、父親が生前に言っていた言葉でございまして、死んだら猫になりたいっていうの結構何回も言ってましたね。まあ、今頃は猫になってるんでしょうか。時々ね、外ですり寄ってくる、猫ちゃんがいるとね、父ちゃんかとか思ったり していますけれども、そんな父ちゃんのね、思い出も含めながらの歌でございます。猫になりたい。お知らせコーナーです。ラジオ川越では毎月更新の番組のリーフレットを駅の観光案内所に置いていただいております。その他、川越市内の協力店さん、スポンサーさん、加盟店さんに置いていただいておりますので、ぜひお手に取ってご覧になってみてくださいませ。
2つ目はライブコンサートのお知らせでございます。7月の23日の日曜日お昼からアコースティックチャリティーライブイベントイルマサウンドヘブンが狭山コモンズカフェで開催されます。入場無料でございます。ぜひお越しくださいませ。詳細は、イルマサウンドヘブンの公式ブログイルブロにてお知らせがしてございます。それから7月28日の金曜日午後5時から夢舞台一曲入魂古賀政男記念館にて、開催がされます。私も一曲歌わせていただくことになりました。詳細お問い合わせは日本歌手協会までよろしくお願いいたします。それから3つ目なんですが、こちらはお知らせというかご報告なんですけれども、7月23日日曜日のイルマサウンドヘブンの開催をもちまして、私副実行委員長を、退任、そして実行委員会を退会させていただくことになりました。まあ、ここに至るまでっていうのはいろいろな思いがあったわけなんですが、一番の理由というのは、10月からのイルマサウンドヘブンの開催場所がですね、機材の搬入搬出がほとんどいらなくなる場所での開催になるんですね。そうしますと、人手がいらなくなるわけなんですよね。今までっていうのは、そのイルマサウンドヘブンが持っている機材をですね、持ってきてお手伝いをしていただきながらこうセッティングをしてね、それで終わった後は3人で、車に、機材を運んでですね、それから実行委員のお宅まで、運ぶという作業をしてて、まあ、これがやっぱり人手がいないとですね、開催が終わってからその日にやる作業でしたので大変だっていうこともあり、やってたんですけれどもね、まあ、それがいらなくなるっていうことで、なんて言いますか、私の方でもですね、ふっと肩の荷が下りたと言いますか、イルマサウンドヘブン15年やらせていただいてきまして、もっと言うとその前ですね、前身となりましたイルマ川フォークジャンボリーという、こちらも野外のですね、フリーのイベントだったんですけれども、そちらと合わせると29年間、ずっと実行委員をやってきまして、もう走り抜けるようにもう楽しくてしょうがなくて、自分が歌えるっていうことももちろんですけれども、皆さんのためにというか、その音楽と人が集う場所をね、作らせていただいているっていう喜びとともに、突っ走ってきた29年っていうか、そういうことだったんですけれども、もう本当にふっとね、肩が抜けた瞬間っていうのがありまして、4月ぐらいでしたかね。まあ、そうしました時に、私の今後の人生っていうのを同時に、考えるようになりまして、まあ、今後はですね、もうちょっとペースを落としてというか、まあ、一つ一つをもっと丁寧にというかですね、今まで丁寧にやってなかったっていうわけじゃないんですけれども、ラジオ番組の作成も含めて楽曲の作成、そして一つ一つのライブコンサートですね、そういったものにももっとこうゆっくりと時間をかけたいっていうのがありましたのと、あとこの自分のですね、この家庭を、もっとゆっくり大事にしたいっていうことと、神奈川県っていうところをですね、私も住んで25年にもなるのによく知ってなかったなというか、将来は七里ヶ浜に住みたいと言っている割にはよく知らないなとかね、そのいただいた時間によって、これからの人生の歩みのためのね、時間に使わせていただきたいっていう、ことをね、お話しさせていただいたんですよね、実行委員さんの方にはですね。まあ、そしたら快く了承していただきまして、それで完全にね、私が
もうイルマさんという分やめちゃったから行かないじゃなくて、あのサポーターとしてね、今まで通りあのブログの更新、それからあのチラシの作成はさせていただくっていうことになりましたし、もちろんお客さんとしても足を運ばせていただきますし、またこうお客さんの立場からね、イルマサウンドヘブンを楽しませていただきたいなと、思いました。そんなわけでお別れではないですね、ちょっとあの立ち位置が変わったっていうだけで、ご了承いただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。音楽と人が集う場所っていうのは本当に、私にとってはもう人生の一部ですし、これからも大切にしていきたい。そしてイルマサウンドヘブンの仲間、お客様、そして実行員の皆さんともね、これからも仲良くさせていただきたいです。今までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。それではここからはヨガバナーコーナーです。本日は歩くを楽しむをお話しさせていただきます。少し前にですね、ラジオで歩き方っていうのをね、お話ししている番組があったんですね。それでそれをやってみたらですね、とても気持ちよくてですね、その番組では歩くを楽しむっていうふうにご紹介してたわけではないんですが、歩き方と正しい歩き方だったかな、そんなふうにご紹介してたんですが、私としてはね、すごく役に立ったというか楽しいなと思ったので、今回お話しさせていただくことにしました。やり方としましては、まずかかとですね、かかとの中心を意識して乗せますね、地面にね。で次に親指の付け根と小指の付け根を意識して踏みしめるという、この2ステップですね。かかと、親指付け根、小指の付け根と、ワンツーワンツーと歩くわけですね。もちろん姿勢はね、まっすぐにして肩の力が抜けている状態で、歩いていくわけなんですが、これがもうなんか、ね、とっても気持ちよくてですね、歩くのってこんな楽しいなと思ってね、歩くのが楽しいってもうすごい変な言い方ですけど、こんな安上がりなことってないですよね。もうなんかどこまでも歩きたくなっちゃうというか、いつもの散歩がより一層楽しいっていうかね、そんな風にお散歩をさらに、楽しくさせる歩き方を私は学びましたので実行しております。かかとの中心をつけて、次に親指の付け根と小指の付け根をつけて歩くと、ぜひ皆様、もしやってみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、やってみてくださいませ。いいですよ。もうなんかね、景色がいつもと違いますね。大げさじゃないですよ。そんな風に思いましたのでね、皆様にお伝えをさせていただきました。本日も最後までご聴取いただきまして、本当にどうもありがとうございました。感謝と笑いは世界を救う。本日も素晴らしい一日でありますように。今日も